こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらです。ピタゴラゴールです。まあ、ジョージ石原の動画ではピタゴラゴールよく登場してるんですけど、前々からですね、どうしてもやってみたかったことがあったんです。今日はですね、それをやってみたいと思います。で、このピタゴラゴールなんですけど、これ何がいいってこれなんですよ。このピタゴラスイッチっていうね、これがね、なんとも言えず好きなんですね。はい。え、ボールどこ行った？ボールどこ行った？でですね、今回こちらのピタゴラゴール1号を、はい、たくさん買いました。で、こちら全部で5個あります。なので、以前から持っていたのと合わせると6個になります。で、こちらの6個のピタゴラゴールを使って、どう言ったらいいんですかね。時間差でピタゴラスイッチを鳴らしたらどうなるのかなと思ったので、それを今回はやってみたいと思います。はい。まあ、ジョージ石原が考えてるのは、ちょっとここに台みたいなのを置いて、ボールがここから入って落ちたら、まあもう一つその下にこのピタゴラゴールを置いて、で次々とこうボールが落ちていって、鳴って、落ちていって、鳴ってっていうのをできないかなと思ってるんですけど、で使うのは、まあこういったあのトミカシステムのこの道路を台にしてやってみようと思います。ではまずはね、出していきます。で、中に入ってるのはこういった説明書と、ピタゴラのボールが一つと、本体のこちらが入っています。裏はこんな感じで、単4電池が2つ入るようになってます。単4電池を入れまして、で、まあ旗をね、こう閉まってないと結構音鳴るんです。ではですね、台を作ります。ぴったり合いますね、これ、ピタゴラが。なんかほんとね、トミカシステムとこのピタゴラゴール1号の相性めっちゃいいっすよ、これ。ピタッと合いますもん。テストね。あ！こっち落ちてこない！いやー、ちょっと待って待って、いやー、ちょっと待って、想定外。落ちてこないんですよ、こっちへ。なんで？角度だよ、角度。こういう角度をつけないとダメなのかな。あ、これなら出る。よし。わからないなぁ、どうだろう。うん、こうやって貼り付けて、とりあえずね、ちょっとこんな感じで、これが一番下で、2段目、3段目という感じで作ってます。よしちょっとやばい。こんぐらい？ちょっと見てくださいこんな感じになってます。なんだこれは。危ない危ない危ない。おー、あぶねーはい、ですね、なんかよくわかんないのできちゃいました。ではですね、これでやってみたいと思います。でですね、まあ横を見るとこんな感じで、かなり強引な作りになっています。裏はこんな感じです。はい、ではですね、今からやってみます。まあ、どんな感じのピタゴラスイッチになるかですね、楽しみです。ではですね、入れてみます。いきます。ほい。ねえ、なんで失敗したの？ではですね、もう一回チャレンジしてみます。ちょっとくっつけたんで、うまくいくとは思います。では、いきます。今度こそ、うまくいってください。いきまーす。ほっ。え？え？はい。
ではね、これ最後で、最後でいきます。多分ね、これでいってくれると思います。では、いきます。はっ、はい、いかがだったでしょうか。やってる本人は相当楽しかったです。せっかくね、これだけピタゴラゴールがありますので、またあのピタゴラ装置ちょっとね、大規模なやつを作って、いっぱいね、このピタゴラゴールを使って遊んでみたいなと思います。ありがとうございました。ピチューがいるので、息子と私がお気に入りのあのギザ耳ピチューです。じゃあ最後はこれで。バイバーイ。